ペルーのアルベルト・フジモリ元大統領が、2026年までに実施される次の大統領選への出馬を計画していると、14日、長女のケイコ氏が SNS で明かしました。ただ、85歳という年齢から健康面が不安視されるほか、実刑判決を受けているため、出馬資格を疑問視する見方もあります。